クリスさん、そろそろ乳酸が溜まってきているのではないかというコメントが来てますが、まあ、多分それも見越して、そうですね、ただ、今、ジム行ってきたんじゃないですか、疲れが溜まると、疲れが本も一足燃えてますからね、そのためにやっぱ鍛えてるところがあるんで、筋肉あるんで、ですね。ヒューゴーのなんか沖縄の今さこわしってすごい涼しいと思ってたんですよ。強いですよね。早いんで。なんかこれを止まるとしたら止まらなくなったりするんで。いやーこれで。みんなも溜まっちゃいますね、これ。なんかちょっとクリさん乗ってますね、今。はい。早いっすね。ブルー中がブロローがもうどこでブロローがしゃがみくらいって最悪ですよ。これはもう寂しいですよ。しょうがないですね。何もできないからね。シュートを取るだけと。ああちょっとここ下の方わさびさんが今拾ってきました。はい、一回シュート。まあそこまで行く必要はないですからね。そうですね、竜は行く必要は全くないですけど、行かなさすぎると、はい、ここに行けこせちゃうのが、はい、サードストライド面白いところなんだなと思うんですけど、なんか一発がないキャラだと別にいいんですけどね、一発あるキャラでやりすぎると思う。そうですね、これひっくり返すんですよね、たまに。もうドット、ゼロドットとかほど怖いもんないですからね。そうなんですよね、なんかそのあと一歩が遠いっていう、このゲームのやっぱブロッキングとかあるんで、もう下手にブロッキングと涼しさの兼ね合いが、ちょっと気持ちで投げちゃうと本当に一瞬で持ってかれちゃうんで、格好が悪いですかね。ちょっと浅見さん今赤風呂もやめるかもしれないですね。あれやらガードで何もなしです。ちょっと中央芝居の抜群ですね。ここシャガチューパーになりますし、うお4番そこで4行ってますからね。ああ、今冴えてますね。冴えてますね。冴えてます、本当に。前下、前下入ってますよ、これ。結構厳しいですね、本当に。全部ちょっと、狙いされちゃってる感じがあるんで、ブロッキングの技が。ヒューガーがやっぱ、ブロッカーの時とか、そのリューマのミスに対して明確に、すぐに決めていかないと、そうですね。やっぱり苦しいですね、このカードは。あるよ。ありますよ、これ。さあ、ここから。いやー。やっぱ破壊力は半端、半端じゃないですね。さあ、ここで火力がお互いマックスの状態で。そうですね。あ、ちょっと今のまずいのもらいましたね。今、僕ら、あちょっと半枚くらい。そうですね。あの周りはどうですか、入るんですか。入ると思います。ラダオシちょっと、超遅いと思うんですけど。そう、なんか別にそうですよね。跳ねればかけたはずです。あー、サクサク、サクサク。あー、今、2円すると確定だと思うんですけど。あー、SA が出なかったかもしれないですね。あー、まあ、もしかしたら殺しきれないと判断したかもしれないですね。さあ、これでクリさんがリーチですね。9対3です。やっぱりクリさんなんだよな。そうなんですよね。からね、そうなんですよ。もう多分もう読みか、完全に負ける感じですね。全部通せるような感じでしょう。今は気持ち的なものも含めて完全に押してるんで、待って寄ってくる。これでちょっと完全なリーチ入りました。はい、浅木さんちょっと頑張ってほしいですね。
ですよ、月が。月も出てきてるんじゃないですかね、そうそう。
さあこのゼロドットから、おっおっと始まった。さあこっから、あーすごい、それして最後の一発、あーどうする、素直にいく。さあここで6本目取りました。見せますね。はい、これは面白いですね。まさに超ニヤニヤしてますよ。いやこれはニヤニヤ気持ちいいですね、はい、これは気持ちいい、はい、配信に映ってますけどね。これはまあ本人的にももう気持ち以外何事もないですから、ね、帰って酒飲むんじゃないですかね。あまあ酒飲むんじゃないですかね。はい、違いにもやっぱ数字じゃないんだよな。そうですね、すね、まあまあ支えきる有利ではありますけどね、はい、やっぱ一発があるんで、さっか、なるほど、置き攻め重視のコンボという。さあこれで、ね、自分でおお読んでた、おお切るゲージを入ってしまった。徐々になんか対策ができてきたっていう、そうですね、互いのゲームが成熟してきた感じが、そうですよね、まあ、そろそろ久保さんも焦り始める本数ではありますから、ね、そうですね、やっぱこれがやっぱ10先の面白いところで、試合中にどんどん変えてくる、面白いですね、やっぱり。あの普段やっぱわさびさんは電池入れたらやりたくないし逃げるんで逃げるのがまあまあ、ね、やりたくないよ、きついと言ってますね。そうですね、さあ飛びからハンマーが入って、さあご勝負のエクショル、うまいっすね。これ溜まってしまう、あー、勝負出たっすね。まあこれは一本取ってるので、おろしにくさ立ちでしたね、はい、どうしてもやっぱ中立じゃなきゃいけないんですが、ちょっとあまだ嬉しいかな、はい、そうっすね、まあまだ1本ぐらいになってからですね、今かなり良かったですね、はい、さあここはしっかりガード、ここで電池、あーもう、もう完全に自分を信用した、はい、そうですね、ショッケーですね。さあしかしゲージが溜まりそうなので、さあ全然、あーここは今ちょっと見えましたね、そうです、ちょっと上りで出して自動で当てていく感じですかね。さあ OK、 ここに来て岡田さん運がいいですね。そうですね、選択肢をすべて2人で、あーうまいっすね。さあここで7本目、9対7、これ YSB さんが4連続くらいで取ってますね。そうですね、さあ面白くなってきました。そろそろあと1本くらい取ったらちょっと中立の立場に戻しましょう。そうですね、はい、はい、そうですね。さあ相当いい勝負になってきましたね。そうやっぱわさびさんは波に乗った時にね、そうかわいいですね、キャラ関係なしにもう行きますから、いきますね。ああ下の相手、これはちょっと気をつけたんですかね、やっぱり。あ、でんでん、おっと見せる、でんでんよ、しっかりする、あー、これ、おお、おーっと使うよ、ここはちょっと勝負いく感じですね。そうですね、そしてこれビヨン、これビヨンじゃないですか、ビヨン、あ、死んだ死んだ、ビヨンっていうか死にました。さあでもちょっとまだまあ中1ではないんですけど、9号の良さが出て、そうですね、すごいいいですね、やっぱりこれが電人戦などばかりに、そうですね、しっかり担ぎ殺す感じが。さあハウスね、あハウスね、あ、あれ繋がってしまう。さあ勝負だ、およくガードしましたね今。 おっと欲張ったがゆえに、さあここは使うのか使わないのか、やばくなったら使うべきだと思います、ね、そうですけど難しいところですねこれ。いやもう使う、もう使うべき、べきだと思います。あーいやー勝負いったんすけどね。さあここで再び
びマッチポイントです。はい。さあ、これマッチポイント。さあ、クニさんはゲージを温存して1本取れたということで。ですね。まあ、橋場浅草も1本あるので。さあ、かかる。今、しっかり歩きましたね。はい。これはできないですよ。カーブ？ビッタ。伸ばしから伸ばして。さあ、これさっきからちょっと、これがちょっと読まれてますね。機能してきましたね。そうですね。あ、ボール入って。ここから。さあ、もう一回さあ、ここで8本目ヒュートのママさん。ママさん。いや、ちょっと国も苦笑いですよ。はい。ちょっともう余裕ないレベルまで来てしまったので、ね、我々も注意して。注意して、まだおるの。ちょっとやっぱ体験が、そうですね、やっぱ下ライパーを狙われてるかが、ね、ちょっと後ろも変えていかないと、ちょっと苦しいですね、9本飛び通すと、死んじゃうんで、そうですね、やっぱでもあれですよね、全部潜るのも、やっぱあのボディープレスなのが怖いですもんね、そうですね、ダッシュ筋トレマンで一応潜れないのではないですけど、ちょっとでもちょっと怖いかな、怖いかなってこと。ところがありますけど、押し込んだんですが、そうされます、ね。今確定ですかね。さあ、ちょっと裏回り立つ巻きはちょっと機能しなくなってきて、ね。そうですね。さあ、ここは確保してしまうが、さあ、どまえから。エンジンはレベル、ああ、強いです。そうですね。まあ、あの4だったら。4食らうぐらいだったら飛ぶっていう、まあ、3で食らった方がいいかなっていう感じですけど、龍のエンタイトル機能しないことはないんですけれども、あの剣の相手はちょっと残念が重いんで、そうですね、まあ、仕込めないっていうのもやっぱきついですね、ちょっとエンタイトルで、ね、ギシギシでフォローはできるんですけど、ちょっとね、こういう風じゃないですね。さあ、これは確保になってしまう、そうですね、ここが来てね、さあ、これは確保になってしまうですね、そうですね、さあ、デジさあ、一応入って1、クラッチが一番厳しいパターンですね。ただ、ヒューボーまだここからあれば、ここもありますんで、はい、さあ、ここはブロックでしっかり、ここから増えてくる、さあ、これで言われたマッチポイント、ちょっとクニさんが今、ゲージあるので、かなり有利な状況でありますね、今は。そうですね、ただ、ちょっと今、ケンスのファウルもらっちゃったんで、ケンスが一気に厳しくなりましたね。さあ、これは繋がらない。これは何なんですかね、ハンマーショットの問題なのかな。今のは、ハンマー、ちょっと怪しいライン。怪しいラインでしたかね。さあ、止めるって、まだ見えない。このあと1本のスタッチが遠いですね。あっと、これは1、電池の止まる、台形が当たる、悪魔、これは止まってしまった、さあ、10本目のクイズが当たりました、お疲れ様です。いや、予想を覆す10対8と、結構追い込みましたね、じゃあコメントいただきましょう、YSB さん。いや、あのやる前から負けるの分かったんですけど、自分なりに納得した。カッコつけないでいいから、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 ありがとうございました、すごい気持ちよかったです、はい、お疲れっす。クイーンさん、まさかのちょっと8本もいかれちゃいましたね、後半さすがですね、やっぱ東北大会わさびさんと組みますんで、はい、ちょっとあの9本取られてからじゃなくて1本目からの力出してほしいですねなるほど、本当強かったです、はい、ドキドキでした、ありがとうございました、お疲れ様です。